ダーリングハーバーダーリングハーバーの夜景ピアモントブリッジフェリーダーリングハーバーはオーストラリア連邦シドニー中心部の西部端に位置する地区である。区域はチャイナタウンからキングストリートワーフ及びピアモントにかけてのコックルワン沿岸に広がっている。この地区にはもともと港湾施設があり、貨物駅や倉庫、工場などが立ち並んでいた。 しかし多くの設備は老朽化していたため、解体して再開発する構想が1980年代の前半に建てられた。計画は当時ニューサウスウェールズ州の公共事業を担当する大臣を務めていたローリー・ブリアートンを中心に進められ、オーストラリア建国200周年にあたる1988年、東側のシティサイドが開業した。その後、 西側のハーバーサイドの開発が進められ、海洋博物館やカジノなどが建設された。現在、多数のレクリエーションやショッピングの施設が集まり、そして夜景がとても綺麗なこの地区は、大勢の通行人や観光客で賑わうシドニーを代表する一大観光スポットである。当該地区及びその周辺にある施設や、橋梁の多くは、性質やデザインにおいて、 日本の大阪港や神戸港と似ていると言われる、シドニータワーから、ありがとうございます。